MF 文庫 J が送る新聞芸、佐々木と P ちゃん夏の学園祭出張編。佐々木です。 P ちゃんだ。 P ちゃん、わざわざ出張してまでこれ何の PV なの？振り返ってみると、我と貴様の出会いはペットショップの鳥コーナーであったな。え？あ、うん、そうだね。 P ちゃんを購入した時のレシート、なんか捨てられなくて未だに取ってあるんだよな。それからいろいろなことがあった。異世界では王家の跡目争いや隣国との戦争に巻き込まれた。現代では魔法を異能力と勘違いされて、貴様は国の組織に転職する羽目になったな。デスゲームなる行いに片足を突っ込んで死にかけたこともあったろう。うん、そうだね。巨大怪獣を相手取り、異能力者や天使と悪魔、その使徒、さらには魔法少女なる存在と共闘したりもした。ああそうだ、我のために食事どころをこさえてうまい料理をたらふく食わせてくれたりもしたな。Pちゃん、何その走馬灯みたいな語りっぷり。本日まで貴様と共に過ごせたこと、我はとても嬉しく思う。Pちゃん、貴様と過ごした期間は短いものだが、とても濃密であった。そう言ってもらえるのは嬉しいけど、いきなりどうしたの？不穏なんだけど。貴様よ、これからも我と共に過ごしてくれるだろうか？もちろんだよ。ていうか、もしかしてシリーズ終わっちゃうとか？いや、その逆だ！佐々木と P ちゃんがテレビアニメ化決定だ！なんと！貴様よ、これからもよろしく頼むぞ。うん、こちらこそだよ、P ちゃん。佐々木と P ちゃん、テレビアニメ化決定！